こんにちは、即歌塾の久保でございます。今日は久々にね、この連邦軍の、なんかユニフォームを着ての撮影なんですけども、あの、ククルスドアンの島っていうのが6月の3日でしたっけね、劇場公開されるってことで、もうあっという間に6月ですよね。いや6月になるとね、そのガンダムのククルスドアンの島の公開もあるんですけども、実は銀河英雄伝説の、あの、例のね、えっ、ー、と、スタッフロール、 ここに私の社名が入って発売されるんですよ。いや、これもね、感慨深いものがありますね。それから気になるのが宇宙戦艦ヤマト3199ですよね。ヤマトとはに。うん、レーベルってやつですけども、こちらの方もね、なんか私が10代の頃にものすごく胸を高鳴らした、このストーリーが、今、どん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 ね、今のテクノロジーで、そして今の解釈でアニメ化されるっていうのは非常に嬉しいなと思いますし、 えー、ク,クルスドアの島に至っては劇場で見ることができるっていうね映画ってのがものすごく冬の時代と言われてますけども私にとったらねもう一番いい時代だなと映画館に行って残念ながら人が少なくなってますけども自分はスクリーンを独占してね見ることができてポップコーンかじりながらあそして幼い頃に14型のテレビでがっついて見たあのテレビアニメ「ガンダム」 その中でもマイナー中のマイナーのククルス・ドアンの島はっきり言ってなくてもいいような作画崩壊したようなあの1話ですけどもここまで話が広がるかなと思ったらねすごく楽しみですよね、えー、というのがねガンダムの好きなやつと話すと必ず出てるの来るのがククルス・ドアンの島なんですよこれは名作中の名作だと思いながらもいまいちガンダムファンの全体的な評価は低かったんじゃないかなと思ったらそんなことはなかったですねだってここまでねスピンオフして 拡大解釈されて映画になるくらいですよククルス・ドアンの島って架空の島なのかなと思ったらなんか現実にありそうな島でククルス・ドアンっていう名前じゃないですからねあの島はね、うん、まあでもね戦争ではこういうことが起きるんだなってことをつぶさに感じながら、うん、また機動戦士ガンダムの別の見方ができるかなといやできればねこのぐらいのスピンオフをバン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 やってもらいたいぐらいですよねえ シャリアブルって誰ですかね <laughs> あれもやってくださいよもう。シャリアブルなんて。なんかね、当時、ロボットアニメを見ていたら、なんかいきなりおじいちゃんが出てきたなみたいな感じだったんですけども、シャリアブルですら、ね、今考えたら、結構の若手ですよね、うん。なんかね、ガンダムってね、青春のドラマであるんですけども、戦場に行くのが10代の若者ばかりなんですよ。当時の年代間で言うと 30歳以上の人が出てくるなんてねもうなんかな、えー、アニメっぽくないなみたいな感じだったんですよみんな小学生中学生がロボットになって戦ってますからねどうやってそんなねあのロボットの操縦訓練したんだみたいな感じだし、うん、そんな戦場にね真っ只中に出ていくような、うん、旧日本軍みたいなね <laughs> そんなのはあり得るのかなと思ったんですけどもアニメの持つ力なのかなと思います15歳の安室イがあ一年戦争を生き抜いたことと。 誕生日はどっかになかったのかなと思いますけどもブライトのは注意ですか19歳何なんでしょうね、うん、ククルス・ドアも19歳って設定ですもんね、まあ、でもどう見てもね378ですよ今の感覚で見るとそれでも別に30代が年寄りだと思わないですよねベテランの部類に属するとで今回明らかになろうとしているのが クグルス・ドアンの,そのモビルスーツ乗りとしての才覚ですよねシャア・アズナブルとゴブだったというところだと思いますだからシャア・アズナブルっていうのは優秀な人物であったと思いますけどもでもあのクラスの優秀なパイロット軍人が何人も同時に発生していたんでしょうねでたまたまシャアにスポットが当たってで、えー、広告宣伝効果もあってね 赤いい星というで最終的にジオングが与えられるみたいなことにもなりましたけども、あのー、私たちが名前を知らないだけでシャーやク,クルス・ドアンと同じぐらいのレベルの人ってのはまだいたんでしょうね、うんまあ、そう考えるとまだまだガンダムの世界っての奥が深いなと、あのー、私は見てませんけど別のガンダムシリーズで、あのー、シャーとかねアムロがあんまり出てこない他の人を主人公にした一年戦争ってのもあるみたいじゃないですか 確かにね、そこに参加した人一人一人に人生があり、自分が主人公の物語があったと思うんですよ。そういう意味で言うと、スピンオフは無限にできるんじゃなかろうかと思ったりもしますけどね。ちなみに、ソーラーレイシステムを発動するときに、あの、下がれって言われた無才。351かなんかのね、無才。下がれ影を落とすと、出力が下がるみたいなこと言ってましたけども、あそこに無才を回遊させた、あー その何ですかね指揮系統どうなってるのかなっていうのとあの無イの艦長はあのとどのようなね処分を受けたのかちょっとその辺もスピンオフにしてもらうとす面白いなと思いますけどねちょっとマニアックすぎましたか空母ドロスだけでストーリー作っても良さそうですよねまだまだありますけども今日はこのぐらいにしときましょうかクルスドアンの島まもなく公開です